はい、こんにちは、ともチャンネルです。カメラのねバッテリー問題をずっと考えて、やっておりますけれども、結局のところは、バッテリーの容量が大いに越したことがないという結論に達しました。というのもね、今までコンデジとかで、コンデジとかのバッテリーっていうのは 1000mAh 程度のものが多いんですよ。そうすると動画とかね、写真を撮っていると、大抵動画を撮るともう 3,40 分でなくなってしまい、写真を撮るにしても200枚撮るとなくなってしまいといった、そんな感じになってるんですね。だけどペンタックスの K50 を購入して、そして、Nループプロでね、電池駆動させていますけども、2500mAh という大容量の、充電池ですね。それを使って動画を撮影するとね、3時間弱まで持たないかもしれないけど、だいたい体感的にはそれぐらいで、写真なんか撮るにしても1日撮ってもなくならないという、そんな感じのバッテリーの持ちになってるわけなんですね。やはりバッテリーを切らさない安心感っていうのはね、これは何者にも変えられないなと。で、私はポラロイドキューブを動画にたまに使っておりますけども、これもねモバイルバッテリーで給電撮影ができる機械なの、カメラなので、実際のモバイル性はね多少なくなってしまいますけども、ただマグネットマウントで、そこにポンとくっつけて、モバイルバッテリーくっつけてですよ、それで給電しながら撮影していればほぼ1日丸々、電池のことを気にせずに撮影できるという、そんな感じですね。もしかしたら中の SD カードの容量がいっぱいになってしまうのが先になるんですでしょうけども、でもね、全体的に見るとそんなモバイル関係でね、十分丸1日撮影ができるような環境を整えてまいりました。で、今撮っているカメラが Z の915というコダックのイージーシェアですね。これが乾電池駆動であって、やはりまた動画を撮るには4対3の比率という、なんともレトロチックな 480p というカメラで今撮っているんですけども、スマートフォンで見る分にはこの画質で全然問題ないんですね。で、ほとんどの人はもう今スマートフォンで見ることが多いんじゃないかなということを、念頭に置いて、これでもう十分なんじゃないかなと。で、このカメラでもね、撮影をして2時間近く動画撮影できますので、これでね、もう替えの電池をもう2本ぐらい持ってれば、問題ないんじゃないかなという結論に達しました。で、私がこのカメラをずっと手放さないでいるのは、写真の色のりがいいからなんですね。動画にしてもこう、もしかしたら綺麗な青空に映っているかもしれませんけども、ただホワイトバランスが自動でね、明るさ自動で変えてくれるので、もしかしたらその辺はうまく映ってないかもしれませんけども、このカメラもしかしたらかなりいいかもしれないなとふと気がついてしまいました。というのはこのカメラ CCD レンズな、センサーなんですね。ということは、歪みのない、ローリングシャッターのない、こんにゃく現象のない映像が撮れるわけなんですよ。で、私みたいにね、こうやって動画の中で、車の中で撮ってるようなね、動画の場合、そして横向いてこう流れている風景を撮った場合も綺麗に撮れるわけなんですね。確かに 480p という、低画素な、カメラなんですけども、実際スマートフォンで見てそんなに「うわ汚っ!」っていうぐらい画質が荒いわけじゃないんですよね。十分、必要にして十分な画質だと思っていますので、これで今撮ってるわけなんですけども、これがねスマートフォンで見ると、今度スマートフォンを縦でこう持つことが多くて、4対3という比率の動画にすると画面がね大きく見えるメリットがあるんですね。これがまたね、スマートフォンにぴったりというかね、私が縦動画を撮る
縦撮り動画を撮った時も、スマートフォンで見ると全体画面全体でね動画を見ることができると、そういうことを動画を出していますけども、まあ、それに近いことでね3対4 4対3かっていう比率で動画を横撮りすると意外に見やすいんですよね。そうするとこのカメラでもかなりいいとこまでいけるんじゃないかなというところなんですよ。 もっと大きな画面で見てしまうとアラはねいっぱい出てくるんですけども、そこまで大きな画面でじっくり見るような動画でもないしね、それでいいのかなということです。でモバイルバッテリー、まあ、電池に関してなんだけど、はっきり言ってポラルキューブもはっきり言ってね丸1日どう頑張っても丸1日平気で持つようなスタミナもあるし、まあ、モバイルバッテリー接続してね、録画した場合ですけども、でこのイージーシェア Z915 も乾電池駆動、2本の乾電池駆動で、まあ、2時間弱撮影できるということで、2、3セット持っていけばもう丸1日もう回しっぱなしでも全然大丈夫なぐらい持ちますよね。でペタックスの K の50でも、まあ、3時間弱持つということで、丸1日というか外に出歩いている時回しっぱなしでも全く問題なくね、電池切れを心配することなく、まあ、電池は1セット持っていきますけども、撮影できるわけなんですよ。これでねもうモバイルの電池をいっぱい持っていかなくて済むというのはかなり大きいですよね。私がねもう荷物が多いからできればモバイルバッテリーを持ち歩きたくないんですけど、まあ、ポラロイドキューブ用のモバイルバッテリーだけ持っていけばあとはもうなんとかなるかなと、撮影にはねなんとかなるかなということです。もうそれだけでも気が楽でしょうがないですよね。多分ね動画を撮ってる人はもうみんな頭を悩ませているところがそのモバイル関係だと思う、バッテリー関係だと思うんですよ。もうちょっと撮ったらもうバッテリーなくなって電池交換しなきゃ、でそのバッテリーをね、2個も3個も4個も5個も持ってれば家に帰って充電しなきゃいけないというそのものすごい大変な作業がね別に残ってますんでね、それを考えると、1日丸1日持つようなバッテリーってのは助かりますよね。で特にね YouTube みたいな、こう面白おかしい動画を撮るだけであればもう本当にこの 480p の、ね、イージーシェア Z915 で全然こと足りるということです。私がただねペンタックスの K の50、を外せないのは、まあ、実は重いからね別に外してもいいんだけど、映像のね合成をするときにはペンタックスの K50 のようにマニュアル露出でマニュアル撮影できる機材じゃないとちょっと都合が悪いんですよね。一定の明るさ、一定の速度、一定のホワイトバランスというのをねちゃんとセットしてあげて、そこから動かさないで三脚に乗せて撮影するということが前提になる、映像合成、これをやるにはやはりマニュアル撮影ができないとちょっと都合が悪いんですよね。合成してる間に合成元と合成する素材がこうホワイトバランスがいきなりね奇妙に変わったら変な映像になってしまいますので、その辺の修正もしなきゃいけなくなってしまうという手間がかかります。だから手間をできるだけ少なくするためにはマニュアル露出、マニュアルじゃないやマニュアル撮影で映像を撮ることが前提になるんですよ。だからねペンタックスの K50 手ぶれのねこんにゃく現象もひどいんですけども、三脚においての撮影に関しては全く問題ないんでね、だから映像の合成を撮るためにはもうペンタックス K50 必ず必要になってます。その辺のね使い方だけなんでね、まあ、なきゃ ないでいいといえばいいんだけど、まあ、それでもあった方がいいかなということで、機材はこの3つで今撮影しております。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。